こういうやつ、ジャフだろうとか言うと、このままだと、やっぱ強い、力の強い方が勝つんで、やっぱこう、立ち位置を変えたやつ、立ち位置を変えるやつ、この走り込みながら、ローをゲットしてで、この時に、で、この前の、ちょっと前を出してもらって、ここのところを、小手で叩きます。小手で叩いたら、体がこっちにひねりますね。ひねりました。このひねりを利用して、こっちにボールを出します。で、相手の正面から、消えます。で、後ろに引きます。これ当たらなくていいです。距離感です。こっから、ここに踏み込みます。で、蹴ったら、後ろに引いてください。そうすると、こう、正面に対してるんで。完璧。ダブルです。蹴ったのも戻る。で、これ練習。で、これができたら次右です。右のパンチ。オーバーフック。右のストレート。蹴る。この後ろ。蹴った方の足を後ろに。離れて。この足を後ろに。この2つやってください。